天元戦の第4局を見ていきたいと思います。黒番が井田九段で白番が関天元ですね。でここに打ちましたね。初手天元ですね。まあこれは天元戦ということなので天元に打ってみたということですよね。まあ井田九段相当戦いに自信があるのかなと思いますね。まあこういう手は面白いですよね。まあなかなかあんまりプロでは打つ人いないんですが、まあ囲碁はね自由に打っていいゲームですからね。でこういう、まあ、右下でこういう戦いになりまして、でこれあまり見ない見かけない分かれになったんですが、振り替わりになりましたね。まあ黒は外側の厚みを取って、白は隅の実利を取りましたね。まあこれで一応隅の黒は取れてるという主張ですかね。まあこれ頑張った取り方ですよね。まあ、ハサミつけちょっと気になるんですが、もう普通に上から受けといて、まあ、ここで対してこの後黒から手が出ないということで、まあ、これで、この後手が出ないということで取れてるということですかね。まあ、ただこれ隅の地が大きいので、白は不満のない分かれかなと思いますね。黒、右辺しか黒地がないですからね。で、これ明るい手でしたね。なんかもっと厳しい手ありそうでしたけど、絶芸の図とか見ていきましょうか。まあ、上辺の字が大きいと言ってますね。これ次に、跳ねかけ継ぎを見て隅に手がありますので、ここに詰める手が非常に字として大きいんですね。でこういうような手を絶芸は示してましたね。実戦の手非常に明るい手で、これ右辺黒字でいいですよって言ってるんですよね。つければ黒字になりそうですね。つければこれ全部黒字でいいですよって言ってるんですよね。なんかこんな感じで打って、まあここ全部黒字になるんですが、これで白勝てるっていう風に言ってるんですよね。だこれ結構形勢判断明るい手でしたね。もうちょっと深く踏み込む手は十分考えられる場所でしたので、一路右にこういう風に打っても、この白は別に全部取られるわけではないですから、もうちょっと踏み込んでいく手はあるんですが、まあ私の方が形勢自信ありますよという手ですね。まあここつけて囲って右辺の黒字めちゃめちゃ大きいので受ける手も当然あったと思うんですが、実戦反発しましたね。まあ反発するのであれば、まあもう一手打った時に白非常にいい形ですから、まあこれであれば白は不満はないのかなと思いますね。でこの飛びと受けの交換なんですけど、これははっきり白の利かしになりましたね。これは白が補強されてちょっと黒字減ってますよね、受けたんですけどね。この交換は基本的に白がはっきり利かしましたね。だからここは白が少しポイントを取ったかなと思いますね。気合としてはこういうところは、まあお互い手を抜くようなのが、こういう進行が気合なんですが、まあ一回受けましたね。で、こうやって。で、この飛びとこれも、まあこれ、どうなんですかね。難しいですけどね。これは難しいとこですね。ツケがちょっと頑張りすぎだったかもしれないですね。これはもう黒一回受けてくれた場所なので、もうすでに利かしてる場所なんですね。なので、さらにもっと利かしに行こうというかなり欲張った手なんですが、ちょっと頑張りすぎたかもしれないですね。まあここは一回上辺が大きいので、上辺買い戻るぐらいだったかもしれないですね。まあ気になるのはこの両覗きなんですが、黒が一生懸命この白石取りに来たらもうあげちゃって、まあ取られるんですが、上辺も大きいので、こういう風に打てばここの黒石も弱くなりますんで、これ主導権取り返すことができますんで、こういう風に打つ手も考えられる手ではあったかなと思いますね。まあ実際、線はつけたんですが、すかさずここが厳しいんですよね。ここに捨て、もうちょっと責任が重くなっちゃってて捨てることができませんので、まあちょっと重い石になりましたね。先ほどまでは捨ててもいい石だったんですが、もう絶対捨てれない石になりましたね。
これ結構難しいことにはなったかなと。で、ここ冷静に次ましたね。まあ、例えばこうやって、例えばなんか切っても、なんかここ切っても、まあ、ツケが利き筋なので、切りはコスミで取れる体勢ということですよね。なかなかすぐに切っていくのはうまくいかないという判断ですね。で、ここがすごい頑張った手でしたね。これいい手でしたね。ここに打つことで隅半根カケツギが残るので、地として非常に大きい手なんですね。この黒石は、あ、この白石ですね。白石は大丈夫という判断してるんですね。この白石が心配であれば飛びぐらいですね。まあ、これも本手かなと思いますね。しっかり守っておくと。まあ、大丈夫という判断してるんですね。まあ、実際大丈夫かなと思いますね。このは、ね、カケツギが地として大きいですし、大きいだけではなくて、外側の黒石も薄くなりますんで、これめちゃめちゃ大きいところなんですね。で、こちらに切ってきましたね。ただこれ大丈夫なんですよね。逆に大丈夫ですし、この逆に、この反撃が厳しいんですね。まあ、黒としては、ここ先手で決めれるんですよね。先手で効くんですよね。受けぐらいになるんですよね。先手で決めれるんですけど、あえて保留したんですね。どうしてかっていうと、状況によってはこっちから隅からもう全体の白石を取りに行く可能性があるんですよね。まあ出た時に押さえると、これでここに、まあ、どうすかね。まあ、ここに打てば100%生きてますかね。ここに打って、まあ、目が、二つあるので100%生きてるんですが、まあ、押さえるとここに目ができる余地があるんですよね。だから、状況によってはここに打って全体の白をね、取りに行く狙いがあるんですよね。まあ、ただすぐにはここ突き抜かれて外側薄いので、すぐには取りにはいけないんですが、状況によってはこういう手が考えられるんですね。まあ、だから黒が先手で決めれる場所だったんですが、決めなかったんですね。で、逆に反撃ですね。ここ、まあ、この真ん中の部分的なしのぎだけで言えば簡単ですね。つければ簡単にしのげますね。つけて、まあ、ぶつかって、まあ、切れば、まあ、これでどこかの黒石は確実に取れますね。当ててきたらこっちに切って、まあ、継ぐ手がないので、ここに継ぐ手がないので、種石が取れてますね。こっち打っても、まあやはり、まあ、どっちから打ってもいいですけど、当て打てば継げないので、まあ結局、しのぎは、あ、部分的なしのぎだけで言えば簡単ですね。つければしのぎますね。つければ、まあ、切りぐらいになりますんで、まあ、ここの白石は助けるのは結構簡単なとこですね。まあ、この逃げの取りぐらいになりますからね。で、ここで反撃ですね。で、ここのツケの弱点があるので、黒ここを守りましたね。で、まあ、ここ突き抜いて、まあ、ここの白取られても、ここ突き抜いた分で得してますんで、まあ、この振り替わりで白悪くないという判断しましたね。まあ、ここの黒を3目取る手が残ったので、まあ、白は隅生きれますんで、まあ、それで先手を取れて悪くないという判断しましたね。まあ、これが分かりやすい打ち方でしたね。まあ、状況としては白が少し今、形勢はいいのかなと思いますね。まあ、ただまだ局面が広いので、全然わからない、勝負はわからない状況ですね。で、この手が大きいですね。隅の黒石3目取る手が非常に大きい手ですね。で、こちらに打って、
まあ今白が硬く、形勢良さそうなので手堅く打ってますよね。で、ここで黒が勝負手打ってきましたね。この覗きから勝負手、どんどん入ってきましたね。これは勝負手ですね。で、この勝負手で勝負結構難しくなりましたね。ここで、こうという形になったので、まあ一応難しくはなったんですが、まあここで黒がコウ材たくさんあればよかったんですが、白はそばコウたくさんあるんですね。なので、そばコウがたくさんあるので、局面としては白が優勢のようですね。コウ材がたくさんあったのが大きかったですね。で、放り込みに黒が解消したんですが、まあこれで隅の黒取れたので、まあここでもコウが解消されて、わかりやすい局面になったので、まあ、ここではっきり白優勢になったかなと思いますね。まあ、形勢判断してみると白がはっきり残ってる状況なんですね。で、こうなってくるともう勝負手打つ場所がありませんから、まあ、こういうところにも譲って勝ちという判断なんですね。こういうところもしっかり計算できてましたね。難しいことやらずに。譲って、で、ここに渡ったところで黒が投了して白の強し勝ちとなりました。まあ最後はもうはっきりね、勝負手も打つところがなくて逆転が紛れる場所がないので、はっきり白が残ってる形勢ということで、まあ投了も仕方ないという判断したのかなと思います。まあこれで対戦成績がね、2勝2敗となったので、まあ次の第5局ね、た方が、まあ、天元という、まあ、非常に面白いね、天元戦になったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。